こんにちは、木下ゆかです。今日食べるのはこちらです。じゃーん、無印のバターチキンカリー。これは無印で買いました。甘めの味付けみたいですね。私甘い方が好きなんで嬉しいです。でも大体バターチキンってちょっと甘いですよね。私バターチキンカレーが一番好き、カレーの中で。お湯で温める場合は熱湯の中に5から7分間加熱してください。電子レンジの場合は器に移して温めてくださいねっていうことです。ちょっと温めてきます。温めてきました。ご飯もねついてきましたよ。これにパセリをかけましょう。色合い的なものです。あ、無印のやつって開けやすい。これさすが無印、何でもよくできている。うわー、オレンジ色、美味しそう。バターチキンっぽい匂いします。服にね、飛ばんように気をつけんといて、ちょっと飛ばしてしまう。じゃん、めっちゃ美味しそう。じゃあ早速いただきます。私無印のカレー実は食べたことがないんですよ。なんかでも結構有名だし、昔から売っとるし、いろんな種類売ってますよね。それからちょっと全部制覇していこうかな。なんかもうカレーのバターチキンカレーの甘そうな色しとっていいですよね。赤っぽい色、オレンジっぽい色っていうか、普通のカレーよりもね。いただきます。うん、おいしい。ちゃんとバターチキンっぽい味します。甘みがいいですよね、バターチキンって。私一番好きなんですよ、カレーの中で。ちゃんとチキンも入ってますね。あんまり脂っこくない淡白な感じのチキンが入ってます。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。野菜のトマトとかの旨味がすごい溶け込んどる感じで、で甘みがあって、でチキンは結構あっさりとしたチキンで、ご飯に結構ね絡んで甘みのあるルーでとても美味しかったです。多分ねこれね、無印のカレーの中で一番人気って書いとった気がします、バターチキンカレーが。ぜひぜひ皆さんも食べてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。